はいどうも、今回は、新システムであるアドバンスドストライクを使って、火の粉の置き攻め、がどのように変わるかというのを見ていきます。まず実はね、心配なところがあって、それなん心配、どこが心配かというと、相手のダウンリバーサルにダウンリバーサルでアドバンスドストライクを出したときに、どんな駆け引きになるかっていうのが結構心配 で調べてみたんです。で、まあ、どうなるか、何が心配かというと、無敵投げのこれです。着地際の無敵際で無敵投げで、これ今日、無敵時間が長くて発生の遅い無敵投げを出してるんですが、それでも今日の無敵、あれ今日攻撃の無敵投げ、あ、今日キック版の寄り切りでも、このアドバンスドストライク、リバーサルで出したアドバンスドストライクに負けるんですね。これ実はこれ着地際の、今日より切るかなり、強い選択肢だったんですが、これ負けちゃうんですよ。でちょっとね、これまずいかなとか思ったんですが、でもね、ちょっとアドバンスドストライクには弱点があって、それが、出かかりにが無防備だってことですね。発生直後から切り返しできるわけじゃなくて、発生直後は無防備で、このように、コンボを狙っていけるんで、まあいいかなと思いました。まあ、これをね、この打撃タクのからコンボを決めるっていう選択肢を、メインにしていけばいいのかなと。ダメージ取ってってね、リスクを負わせていけば、ひなこの、無敵投げもおのずと意味が出てきますし、というわけで、まあそこはまあそれで、この打撃タクからコンボを決めるっていうことで、をメインにすることで、相手のリバーサルシャッターストライクを封じていけばいいんじゃないかと思いました。でもうちょっとね、踏み込んで調べていったんですが、相手にこれは、あ、通常投げ暴れするさせた場合ですね、今度は攻める側のひなこが、じゃあ相手の起き上がりにリバーサル通常投げ暴れにシャッターアドバンスシャッタースライクを振ったとこうなります。勝てます。ここは攻めてる側に、まあ、有益な情報って感じですね。で、ここからもコンボ入ります。で、ガードしっぱなしの相手にも、攻め継続できるんで、そこもいいですね。そこもいいプラスの要素ですね。攻める側の人に、ひなこにとってはプラスの要素になります。で、次なんですが、これはなんだ、次を調べます。無敵技暴れに対して、無敵技に割り込んでくる相手に対して、これ実はね、調べたんですが意味があって、今日のこの鬼焼き結構強い、かなり強い無敵技で、今日寄り切りの無敵時間にの終わり際に持続が当たっちゃうんですね。でこれに対して、じゃあアドバンスシャッタースライク勝てます。これ結構意味あるんじゃないかって思いますね。ガードしっぱなしの相手にもか、勝てるし、こういう持続の長い無敵技を出された場合にも勝てるっていうのは、もしかしたら結構いいんじゃないかって、まあ、攻めの一手として加えていってもいいんじゃないかっていう気はしないでもないですね。あともう一個調べたのがこれです。あ、小技暴れ、大規模暴れですね。これに対して使った場合勝てます。もしかしたらこれ下手するとガード間に合うかもしれないですけど、まあ負けることはない。ガードが間に合ったとして、ガードで終わったとしても、ひなこ側の攻め継続できるんで、しかもまあ緊急回避、ガード、あ、緊急回避がもしかしたら間に合うとかなった場合なんですが、それでもまあ
相手の緊急回避、1回弱出してから緊急回避っていう風にできる可能性があるんです、ですけど、まあそれ難しいですし、まあいっかってそんぐらい、まあ反撃も難しくなるしっていうことで、って思ってます。というわけで、まあ一番の価値としては、まあ、小技暴れ、通常投げ暴れ、勝てる選択肢なんで、まとめると、小技暴れ、無敵技暴れですね。発生が最速の今日の EX 鬼焼きでも、勝てるっていうところが、ね、非常にそこは強い部分です。あとは、通常投げ暴れにも勝てて、コンボを決められるっていう。あと、必殺技の投げ暴れにも勝てると思います。勝てます。というわけで。まあ、その辺で、まあ、このシャッターって結構、攻める側も使う価値があるっていうのは、まあ、結構まあポイントで勝てますね。相手の、緊急回避とかにリスクを負わせつつ、無敵技にも勝てるんで、これが。無敵技や、通常投げや、小技暴れにも勝てるっていうことで、それを意識して、まあ、攻めに、置き攻めに組み込んでいってもいいんじゃないかっては思います。で、相手のリバーサルで出してきたときには、相手がリバーサルでボール出してきたときには、出かかりがちょっと無防備なので、これ今投げ、前転からのつもりで投げやったんですよ。まあ、これじゃなくて、このようにコンボを決めるっていう風に意識して、こういうのをメインにして、相手に、リバーサルシャッター、アドバンストシャッタースライクを出させないようにっていう風にな方向性で攻めるといいんじゃないかって思いました。というわけで、以上です。以上で、ひなこの、夜切りからの置き詰めの時の駆け引きがどう変わるかっていうのを見てきました。以上で、この動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。では。